株価分析をして投資をする人を一人でも増やしたい。どうも、クラゲです。今回は普段行っている財務データ分析ではなく、株価分析のやり方についてお話ししていこうと思います。株式投資をする際は、もちろん財務データが優れた企業を選ぶのがいいと思いますが、現在の株価が適正価格なのかは別問題です。この動画を見てもらうことで、なんとなく下がっているから安いとか、もう上がりすぎていて割高だとか、こういったなんとなく投資から卒業し、定量的な投資ができるようになってもらえたらと思います。それではやっていきましょう。今回行う手法は BPS と ROE から10年後の理論株価と期待収益率を求めるものです。株価は EPS 一株利益 ×PER 株価収益率で求められます。そしてもちろん10年後の理論株価を求めようと思った場合は、10年後の EPS かける10年後の PER で求められますよね。ここで注意事項ですが、動画内の表記で EPS カッコプラス10と表記している場合は10年後の EPS を表し、カッコプラスマイナス0は現在の EPS、カッコマイナス10は10年前の EPS という意味で表記をしていきます。今回の手法ではこの10年後の予想 EPS を過去の一株純資産 BPS と自己資本利益率 ROE で推測し、理論株価を算出するものになります。早速10年後の EPS を求めるところからやっていきましょう。まずは一株純資産 BPS と自己資本利益率 ROE の確認からやっていきます。 BPS は一株あたりの純資産額を表し、純資産割る株式枚数で求められます。右に移って ROE は当期純利益割る純資産で計算ができて、利益をすべて内部留保した時の純資産の成長率を表しています。ここで計算式を見てピンとくる方もいるんじゃないでしょうか。一株利益 EPS は当期純利益を株式枚数で割ることで求められますが、この式を変形するとBPS×ROE になりますよね。つまり今回の動画では BPS×ROE が EPS であることを利用して10年後の EPS を求めていくわけです。ここまでで EPS が BPS×ROE で求められることは分かりましたが、今回求めたいのは10年後の予想 EPS ですよね。なのでもちろん10年後の EPS を求めるためには10年後の BPS と10年後の ROE をかける必要があります。なのでここからは10年後の BPS を求めるところからやっていこうと思います。10年後の BPS を予想するにはどうすればいいでしょうか。 BPS の成長率が分かれば求められますよね。そして利益をすべて内部留保した時に限っては BPS の成長率は ROE であることが分かっています。だって当期純利益のうち内部留保したものは純資産に足されていきますからね。そして ROE は当期純利益を純資産で割ったものですから、純資産の成長率になるってわけです。ここまで分かれば10年後の BPS はこのように予想ができます。現在の BPS かける1たす ROE かける内部留保率の10乗であることが分かります。内部留保率をかける理由は、 ROE は利益をすべて内部留保した時の成長率であり、実際の企業では配当金を出して利益のすべてを内部留保するとは限らないからです。ここで内部留保率ってなんだってなりますよね。内部留保率というのは利益の何パーセントを配当ではなく内部留保したかを表します。なので計算方法は1引く配当成功で計算ができて、配当成功 40% の場合は内部留保率 60% という具合です。このことが分かれば最初の式をこのように変換することができます。やや複雑に見えますが、重要なのは緑枠で囲った部分が純資産の成長率を表しているということだけです。今の状態だとまだふわっとした理解だと思うので、実際に具体例を出してやっていきましょう。過去10年分の ROE と配当成功がこのようになっている企業があるとします。この時いつの値を ROE と配当成功に代入するべきかというと、やはり
ROE と配当成功は上下するものですので、平均値を取るのがいいと思います。実際に総価平均、最もスタンダードな平均を計算してみると、ROE が 18.1%、配当成功が 35.1% となりました。ここまで来て10年後の予想 BPS を求める式と、ROE のアベレージ、平均と配当成功のアベレージが分かりました。仮に今回は現在の BPS が10の企業だったと仮定すると、あとは式に代入をするだけです。実際に代入をして計算を行うと、10年後の予想 BPS が 30.4 であることが分かりました。ここでもう一度スライド上側にある10年後の予想 EPS を求める式を見てほしいんですが、緑色で囲んでいる10年後の予想 ROE ってもう分かっていますよね。そう、 ROE アベレージです。なのですでに10年後の予想 EPS は計算ができてしまいます。実際に計算をしてみると 30.4×0.181 で予想 EPS は 5.5 であることが分かりました。ここで10年後の予想 EPS を求める手順をまとめます。まず第一に過去の ROE 配当成功データを取得します。データは過去10年分取得するのが理想ですが、最低でも5年分は欲しいところです。そしてデータが集まったら ROE の平均と配当成功の平均値を計算しておきます。2番目に10年後予想 BPS を以下の式を使って求めます。そして最後に求めた予想 BPS に再び ROE の平均をかけて10年後の予想 EPS を計算します。ここまでで10年後予想 EPS はまとまりました。しかしもう一つ、10年後の PER に関しても考えなければなりません。正直なところ PER は投資家の期待感ですので、定量的に未来の値を求めるのは難しいですが、やはり過去データの平均を使うのが一番だと思います。今回は具体例としてこのような過去10回の PER データを持ってきました。実際に総価平均を計算してみると、計算式はこのようになり 24.4 という数字が算出されます。ところでこの計算って適切でしょうか？注目してもらいたいのは2018年と2020年の PER データです。2018年は PER が81となっていて、他の値と比べて外れ値になっていますよね。これは2018年の利益が一時的に薄くなってしまい、 PER が高く計算されたのが原因です。また2020年に関しては PER がマイナスとなり、赤字を計上したことになりますよね。 PER のマイナス値は適切なものではないので、平均の計算においては除外することが適切でしょう。まとめると、個人的には外れ値やマイナスの値は平均を算出する際に含めるべきではないと考えているので、計算式をこのように変更し、10年後の予想 PER を 21.6 とした方が適切です。こうしておけば PER を低く見積もることができるので、理論株価を低めに見積もるというセオリーにも適していますよね。このように PER の平均を求めるときは適宜計算を工夫する必要があると思います。ここまで見てもらった方は10年後の予想 EPS と PER を使って10年後の理論株価が分かっていると思います。例えば10年後の理論株価を計算したところ、250ドルになると予想を立てたとしましょう。そして現在の株価が100ドルだったとします。ここで投資家は思うんですよ、これって年利何パーセントなのって。つまり1年あたりの期待収益率が知りたくなるんです。それではここから期待収益率を求めていきたいと思います。前回の EPS 成長率を用いる株価分析の動画では、ここからさらに予想配当金を出して期待収益率を求めたんですが、今回の BPS と ROE を用いる手法では10年後の EPS をピンポイントで推測するものなので、配当金に関しては考慮しないことにします。ちなみに私はこの手法でも配当金を予想して期待収益率に含めています。皆さんもお好みでアレンジしてもらえたらなと思います。本題に戻って、まず期待収益率 α を用いて方程式を立てると、10年後の株価イコール
現在の株価 ×1+α の10乗という式が出てきます。ここで両辺を現在の株価で割るとこのようになります。右に移って両辺を10分の1乗するとこのように式変形ができ、最後に1を移項することで α の式が求まります。実際に例に出している10年後の理論株価が250ドル、現在の株価が100ドルの場合で計算をしてみると0.096という値が出てきます。これはつまり現在の株価100ドルで購入した場合に、理論上では税引き前利益で 9.6% の年間利回りがある投資になることがわかります。以上で理論株価と期待収益率の算出が終わりましたが、果たして期待収益率がいくつ以上なら投資をした方がいいのでしょうか。そもそも個別株投資はインデックス投資に比べてリスクを取っています。そして米国インデックスが年利 5% から 10% であることを考えると、次のような基準が妥当だと個人的には考えています。 10% 以下ならインデックス以上にリスクを取っている意味がないので論外、 10% から 15% なら微妙、15% から 20% なら投資してもいいかも、 20% 以上なら投資させてくださいといった具合です。皆さんも自身の取れるリスクや価値観をもとに期待収益率で投資判断を行うことで、なんとなく底っぽいから買うとか、インフルエンサーが紹介しているから買うとか、甘えた投資を卒業できると思います。この動画がなんとなく投資法ではなく、論理的そして定量的な投資法を行うことへの背中を押すことができたら嬉しいです。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務諸表データを分析しています。また Twitter では1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。